はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。エルデンリング、初心者が活用してくれるとまあ役立つかなっていう感じの、なんだろう、よくわかんない攻略をやっていきます。で、前回まあ狩場とかを紹介してルーン稼いで、まあ、ある程度ステータス生命力が整ってきたので、まあ、ここからいろいろ他にも準備していきましょうということなんですけれども、まあ、まずね、いかんせん盾がない。で、放浪騎士とかで始めると、まあ、物理カット 100% の盾を持っているんですけれども、まあ、素性によってはやっぱり盾を持ってなかったりするので、まあ、まずは序盤で手に入る、まあ、優秀な盾を何個か紹介していきたいと思います。で、今いるのが前回ケイリットにね、向かうために行ったここの戦学びのボロ屋、この近くにまず一つありますんで、それを回収していきます。まあ、また道順ですね。どこだこれ、ちょっと迷っちゃったね。もう一回、ここの祝福からもう普通にこっちの方だ。まっすぐ行くとこの関所みたいなのがあるんで、ここの中っすね。で、ここから左に宝箱があるんで、これを回収する。呪文の引いたシールド、ちょっと待って、結構4000持ってんじゃん。死にたくない。あ、やばい、撤退しろ、いて、逃げろ。で、あともう一つはハイト砦の西ですね。地図的にはここから、ここら辺に商人がいるんで、そいつが売っている盾を買う。まっすぐ行ってどっかに火の手が上がってるんで、あれか、ここに商人がいます。で、話して、で、この青金のカイトシールド、これも物理100なんで、まあ、一応買っておきましょう。あと、ここトリーナの水蓮がね3つ売ってるんで、まあ、これはこれで必要になるんで3つ買っとこう。 OK、 またあと探石とか必要であればこういうとこにも売ってますというとこです。あ、トリーナの矢も売ってんじゃん、10個。まあ、ルーンが溜まったら買っとこう。で、あともう一つが紹介した狩場ですね。で、あそこに兵士がいて盾持ってるんですよ、金色の盾。ここだとちょっと遠いけど、要はルーン稼ぎをしている時に爆発に巻き込んで、あの金の盾を手に入れられれば、これはかなりおすすめの一品になりますので、できれば欲しい。お、手に入った、この盾だ。あとね、胆石3も手に入るんで、ここは結構おすすめですね。やっぱり、じゃあ盾が3種類手に入りましたので、まあそれぞれ特徴を言うと、まず必要な筋力が違うんですよね。10万のヒーターシールドは筋力10で、カイトシールドは筋力12で、これなんて言うんだろうね、親友の盾は筋力16必要なんで、これは結構重めです。重めっていうか重量じゃなくてね、筋力が。ただその代わりやっぱりこれが一番使いやすくて、まあ、ガード強度も一番高いんで、鍛えていくと60超えるはずなんで、まあ、中盾の中ではかなり優秀な部類となってますので、まあ、ラダゴン装備すれば筋力5上がるんで、まあ、盗賊に関しては素のステータスから筋力2上げればモテるようになるし、まあ、他の素性のちょっと筋力高めのやつはまあ筋力上げなくてもモテるようになったりするのかなというような感じなので、一番のおすすめはこれなんですけれども、まあちょっと手に入れるのが大変だったり、まあ筋力上げたくないなという感じであれば、まあこっちのカイトシールドとかヒーターシールドでもいいと思います。まあとりあえず序盤で手に入る盾はこの3種類のうちからまあ選んでいけば、まあ外れはないかなという感じです。じゃあお次は武器ですね。現在アギール湖北におりまして、まずはレドビアを取りに行きましょう。で、レドビアは、ここの湖の橋の下を先に進んだ、まあ、ここら辺かなに現れる敵を、倒すと手に入ります。
強制的に馬から降ろされるんで、そうすると侵入されたっていう証ですね。で、前方に血の指ネリウスが現れるんで、まあ、こいつを倒すんですけど、マジ強いんで、ユラちゃんが来るまで逃げましょう。はいはい、痛い。これマジ出血するんでね、あれはかわしたいよな。他はガードしていいと思うんだけど。早く来い、いつ来る。これいつ来るかよくわかんないし、あんまり離れるとね、ユラちゃんの召喚地点から遠くなっちゃうんで、危険度が増すって。これはかわしたい。3回来る、最大3回来るんで。てかユラ来ねえし、どうなっとる。やばい、痛い、痛くなかった。遅えよ。これな、ユラの来るタイミングが分かんないんだけど、早いとき結構早くんだけど、やばい、死ぬ。回復したい。お願いします、ユラさん。あと、ユラちゃんに任せて、後ろ取れるときは後ろ取っていきたいよねっていう感じ。出血。あまり深追いしてもね、俺が食らっちゃうからね。取れるか。出血。あと1回こいつ飲んでくるんで、それは阻止したい。倒した。レールビアゲット。まずこれが序盤に手に入る武器ですね。で、お次はアギエル湖南から少し下に行ったところの、ここの風楼ですねのボスを倒して手に入る大極拳になるのかな、種別的には。まあ、祝福からは近いんで、こいつはもう本当に自力で倒す必要があるんですけれども、まあ、序盤の敵なんでそこまで強くないとは思うんで、まあ、死んだらね、何回かやり直して、まあ、エルデンリングスキルのレベルアップにもなるんで、あんまりね、無双しすぎるとね、エルデンリングとしてのスキルはね、上がらないんで、正直。これも、デルビアの血を飛ばしながらやろう。はい、何かわされた。スタミナにはね、やっぱり気を配らないといけないんで。痛い。近づいてきたらレールビア。こいつは出血効くでしょう。やばい、死ぬ。レールビア鍛えてから、これかな。この距離当たる。普通にやるとかわされんな。何、当たったか。ガードハンター、自分が出血した。聖杯瓶とかも整えてから来た方が良さそうかな。やばいな、これ死んだ。リベンジ。レデビアプラ5まで鍛えたから火力が上がってるはずだ。やっぱりね、攻撃力を上げるのは武器を強化する、これが一番。どうだ、123、いいね。はい、出血した。振りの後にバスか。あんまりガードばっかりしてるとこっちの出血が溜まっちゃうからね。この後とか当たる。ちゃんと回復しよう。この大振りの後は無理か。あ、当たった。このダリビルヒットポイント自体はそんなに高くないから、火力が出せれば、まあまあまあ相手普通に盾構えてると思ったら構えてなかったわ。あ、この後ドン。ダメだな、肉を切らせて骨を断つ戦法になっちゃってる。もうちょっと隙を見てちゃんと当てる。
400。いいね。あと何回も収集。はい。時にはご了承も必要。で、猟犬の長牙。これも序盤に入る武器としては強めらしいです。使ったことはないけど。変更できない。で、レドビアが、まあ、神秘系の武器。で、猟犬の長牙は、まあ、筋力18、技量17なんで、まあ、上質系で鍛えていくんだったら猟犬の長牙。で、あとは、ちょっと取るのが面倒っちいんで、取らないんですけど、ここの門の城にいるボスを倒して手に入る剣継ぎの体験。まあ、これも序盤で手に入るんですけど、筋力40とか必要なんで、まあ、ちょっと筋力の値が必要かなという感じなんですけども、まあ、筋力系で鍛えていくんだったら、ここら辺も割と早めで手に入ります。で、あとは、まあ、模職じゃないやつもね、まあ、胆石集めて鍛えていくのもいいと思いますけれども、まあ、模職の胆石、割と9というか、まあ、まずは5までだね。5までだったらサクサクサクっと手に入って、結構効果力を出すことができるので、まあ、模職の胆石で鍛えられる序盤で手に入る武器を使ってやっていくのが結構効率がいいかと思います。レドビアはかなりおすすめです。さっきみたいに中距離も打てるし、で探検なんで振りが早い。で欠点としては探検なんでリーチが短いっていうところですね。まあそんな感じになります。というわけで、今回は、おすすめの盾を紹介して、まあ、あと、模職の胆石系で鍛えられる、武器ですね。持ってるのは2種類ですけども、まあ、一応3種類、紹介したというところで、まあ、ここら辺使っていければ、まあ、序盤は結構進みやすいのかなという感じです。というところで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。